今回は烏丸玲也とイギリスの怪しい関係性について考察します。黒の組織のボスだと明らかになったものの、まだまだ謎だらけの烏丸玲也。あまりに謎が多すぎて子供になっている説や脳みそだけ生きているといった恐ろしい説などささやかれている状態です。そんな烏丸玲也の素性をなんとか探るため、ホピが独自の調査を進めていたところ、分かってきたのは烏丸玲也はイギリスに関係しそうな伏線の数々でした。コナンはイギリスが舞台の推理小説、シャーロック・ホームズにもたくさん関係しているし、イギリスに関係するのも十分ありえそうですよね。烏丸玲也とイギリスの関係性について早速見ていきましょう。一つ目に紹介する伏線は、工藤新一が初めて推理をした事件から。コミックス21巻ではちびっ子たちと旅行に向かう飛行機で眠ってしまったランが夢の中で過去を回想する形で事件が描かれます。工藤新一として初めて解決した事件は、1年前に新一とランがアメリカに向かう飛行機の中で起こりました。ちなみにこの飛行機はロサンゼルス行きでしたが、到着するなり工藤由紀子の提案でニューヨークへ行くことになって、黒の組織の追いどけ担当ベルモトと初めて会うこととなります。新一とランが乗っていた飛行機では、政治家のスキャンダル写真を持っていた大高和弘というカメラマンがトイレで亡くなっていました。犯人は恋人の女性で、過去に家族を亡くした火事は恋人の大高和弘の仕業だったからという、なんとも悲しすぎる犯行動機でしたが、被害者のカメラマンをはじめ登場人物5人の名前に注目です。この事件で登場した5人の人物には鳥にちなんだ名前が付けられていました。亡くなった大高和弘は鷹、他には鶴、サギ、ウなど鳥にちなんだ名前の人が登場します。そして一人だけ登場する外国人のジャーナリスト、そのジャーナリストの名前はエドワード・クロウ。クロウは日本語に直すとカラスとなって、カラスマレイヤーを彷彿とさせる名前だったのです。わざわざ鳥にちなんだ名前をたくさん登場させ、カラスを意味するクロウをつけるとはかなり意味深ですよね。クロウだけだとイギリスとは関係なさそうだけど、イギリスとの関係で注目すべきはファーストネームのエドワードの方です。エドワードという名前はイギリスに関係の深い名前で、イギリスの王の名前として代々受け継がれている名前。今のイギリスでもエドワード王子という人がいて、王子としてイギリスの公務を行っていたりします。さらにこのエドワード・クロウの名前をじーっと見つめていたホピはとんでもない発見をしてしまいました。イギリスで代々受け継がれてきたエドワードという言葉には幸せを守るという意味もあります。この情報も踏まえてエドワード・クロウという名前を見てみると、なんとなんと烏丸玲也の幸せを守る人の意味になるのです。このエドワード・クロウはこの1回しか出てきていませんが、もし黒の組織の一員だったなら、エドワード・クロウは烏丸玲也を守っている人物なのかもしれません。これまでいろんな伏線を張りまくってきた青山先生ですから、新一が初めて解決したこの話にも重要な伏線が隠されていると考えても全然おかしくなさそうですよね。工藤新一が初めて解決した事件で登場したエドワード・クロウは、烏丸玲也がイギリスに関係する重要な伏線の一つとして考えられるでしょう。二つ目は、烏丸のアルファベット表記に関する伏線です。烏丸玲也がボスだと判明したのは、17年前に起きた羽田浩司殺人事件に残されていたダイイングメッセージからでした。現場にはブッドオンマスカラと書かれた手鏡から PTON の文字が切り取られていて、残ったアルファベットを入れ替えると烏丸の文字が浮かび上がるという内容。事件は読めても空気は読めない工藤優作が、主人公のコナンを差し置いてついついダイイングメッセージを解いてしまいましたが、このカラスマの文字からボスはカラスマレイヤーだと判明しています。でもこのカラスマの文字、どこか不思議に思いませんか？普通ならカラスマと K から始まるはず、わざわざ C から始まるようにしたのはどうしてなのか。いつも臭いポエムを放つ詩人も在籍する組織ですから、中二病的なノリでつけた感じもしちゃうけど、烏丸玲也はイギリスに関係があるから K ではなく C を使ったのではと考えられるのです。アメリカとイギリスでは同じ単語でも発音が変わることがあります。例えば猫の意味のキャットはアメリカ英語だとキャットなのに対し、イギリス英語だとカットとなるのです。イギリスでは CA をキャではなくカと発音します。この発音の法則から考えると、イギリスに由来のある人だから C から始まるカラスマで書かれていたと考えられるのです。アメリカ英語だとキャラスマとなり、どこかの大物芸能人が言ってそうな発音になりますから、イギリス英語っぽくカラスマと読むことは
カラスマレイヤがイギリスに関係のある伏線の一つとなるでしょう。3つ目は組織のナンバー2ラムもイギリスに関係しそうな伏線がたくさんあること。先日組織のナンバー2ラムもイギリスに関係しそうといった内容の動画を公開しました。気になる方はそっちの動画もぜひ見てみてくださいね。どんな内容だったかを簡単に紹介すると、ラムの名前が初めて登場した回では博士がちびっ子たちに見せた手品に注目が集まります。この手品で使われていたのは紅茶とドクロマークの書かれたコースターでした。まず紅茶はイギリス発祥の文化です。これまでには紅茶はセラマスミがイギリスにいた伏線としても登場していました。ラムが初めて登場するときに紅茶が出てきていたのはイギリスに関する伏線だと考えられます。続いてドクロマーク。このドクロマークは海賊に由来があって、マークの元になった海賊というのはキャプテンキッドというイギリス生まれの海賊なのです。その他にもラムはイギリスの高級車ベントレーに乗って颯爽とドライブすることなど、ラムにはイギリスに関係しそうな伏線がたくさんあります。さらに言うと、羽田浩司が亡くなった真相を探り黒の組織を追っていた説もある赤井勤は家族に、イギリスは危険で厄介なんだよ、だから日本に住めバロ的な連絡もしていて、イギリスには黒の組織の怖い奴らがいる雰囲気も匂わせています。ラムがイギリスに関係があるのはボスのカラスマレイヤもイギリスにいたり、黒の組織の本部がイギリスにあるみたいに考えることもできるでしょう。動画の最初にもお話しした通り、コナンは推理小説シャーロック・ホームズからの影響もたくさん受けていて、イギリスに関係する言葉もたくさん出てきます。例えばコナンが住む米花町や数々の凶悪事件が起こるハイド町はシャーロック・ホームズの舞台であるロンドンの地名から取られた名前。そのためそもそも名探偵コナン自体がイギリスを舞台にしているとも考えられるのです。紹介してきたカラスマレイヤとイギリスを結ぶ3つの理由や、コナンはところどころイギリスをモチーフに書かれている作品でもあるということから、カラスマレイヤはイギリスに関係していると考えられるでしょう。今回はカラスマレイヤとイギリスに関する怪しい関係性について紹介してきました。コナン作中では新一とランがめでたく恋人同士になるロンドン編があったり、赤いファミリーはイギリスに住んでいたとわかるなど、徐々にイギリスに関係する内容も増えてきた感じもします。イギリスの MI6 に所属する人物も出てくるなど、世界各国の捜査機関が一緒になって黒の組織を追う展開もありえるでしょう。コナンチームと黒の組織の激闘は海を越えてイギリスを舞台にした壮大なスケールで繰り広げられる日が来るかもしれませんね。カラスマレイヤとイギリスの関係について紹介してきましたが、ボスに関するヤバい情報を持っている人がいたらコメント欄でこっそり教えてください。